チャット GPT で遊んでみよう。チャット GPT とは、オープン AI 社が開発した人工知能チャットボットです。高度な AI 技術によって、人間のように自然な会話ができます。今回は、同様、大きな古時計の歌詞と質問をしてみた。回答内容が実在の歌詞とは違ったので、紹介したいと思います。ここからは、チャット GPT の回答内容です。大きな古時計は、日本の童謡の一つです。以下が歌詞です。大きな古時計、チクタクチクタク、鳴るとお知らせして、ご主人様の夕飯の時間、いつも慌てて、ご主人様、お帰りお待ちしてます。ああ、大きな古時計、チクタクチクタク、鳴るとお知らせして、ご主人様の帰る時間、夕べもずっと、ご主人様、飲みに出かけてしまいました。ああ、大きな古時計、チクタクチクタク、鳴るとお知らせして、ご主人様の帰る時間、一杯のビールで、ご主人様、私にはもうたまりません。ああ、大きな古時計、チクタクチクタク、鳴るとお知らせして、ご主人様の帰る時間、しばらく待って、ご主人様、年齢しますから、もう帰って。ああ、大きな古時計、チクタクチクタク、鳴るとお知らせして、ご主人様の帰る時間。注意、歌詞には地域や環境によって異なるバリエーションがある場合があります。上記の歌詞は一つのバージョンであり、他のバージョンも存在するかもしれません。ここまでがチャット GPT の回答内容です。斬新。この歌詞はチャット GPT のフィクションであり、実在の歌詞とは一切関係ありません。ご視聴ありがとうございました。ジーズキッチン、チャンネル登録お願いします。